下作者として身を立てるには流行を抑えとかねえと。しかしこいつはさっきから何を書いてやがる。芝居のセリフ、下作者志望か。不気味なやつ。あの手合いは関わらぬに限る。ちょいと兄さん、待ちねえ。何の用だ。いやさっきの芝居、拍手喝采の場面でお前さんむっつりしとった。なんでかの。貴様に言う筋合いはないが、貴様が下作者を志しているというなら少し話したいことはある。なんでわしが下作者を目指していると。セリフを書き溜めていただろう。勉強のためではないのか。わしはまどろっこしいことが嫌いでね。筋書きはそっくりもらって、セリフや名前をちょちょいっと変えて別の話として本にすりゃ売れるんじゃねえかと。貴様、恥はないのか。そんなもんは三つ子で捨てたさ。わしはね、成り上がるために意地汚く何でもかっくらう。三つ子の時にそう決めた。なぜ俺に絡む。匂いだ。うまそうな匂いがする。お前さんの人生つまみ食いさせてもらうよ。何を。出会って話して根性の因縁が生まれた。どんな因果が待ってるかはお楽しみ。わしのこのつぶれた目はのう、すくせを覗く。お前さんとわしは同じ船に乗る運命。俺とて武士の端くれ、そんな因縁はこの刀で断ち切ってくれる。タコもできてねえような綺麗なお手手で何が切れる。貴様、わしの名は越前屋長次郎。お前さんの名は次に会った時に教えてくれ。気味の悪い男だ。しかしあの気概、どんな真空を経てきたのか。はあ、俺はまだまだ若造ということか。考えても仕方ない。気分直しに女だ女。元気にしてたかい、皆の衆。さてさて、今回は初登場の越前屋長次郎についてだ。善次郎同様、長次郎でも長次郎でも構うことはね。小せえこと気にしてたら江戸っ子は務まらん。やっこさん、こう見えて出版社によっちゃ高校の教科書に載ってるから、豊国や国貞、永泉より日本国内の知名度は上かもしんねえな。後に人情本の第一人者として売れっ子になるが、その時の技巧が有名になったわけだ。その技巧はここでは伏せとか。長次郎についちゃ出自は分かってねえ。町人の出だろってことぐれえだ。片目が潰れてたようだが、その原因も分かっちゃいねえ。ただ昼となく夜となく本を読んでたから、目が悪くて分厚い眼鏡をかけてたらしい。だから漫画みてえな眼帯はしてなかった。漫画の方は見てくれのインパクトを取った結果だな。柳亭理城作、花子読八正人の登場人物の一人、岩七のモデルになってる。
作者の李常は長次郎の義兄だったとかなんとか。八正人は1から4編と5編上巻、中下巻で構成されてるが、李常が書いたのは4編まで。5編の上巻は A 線の作と言われてる。浮世絵研究家の林義勝氏によると、A 線も登場人物のモデルになってるんじゃねえかってことだ。機会があったら読んでみてくんな。それじゃ解説編での再会、楽しみにしてるぜ。